どうも、こんにちは。ライラと申します。それでは、記念写真の第2話が配信されましたので、遊んでいこうと思います。よろしくお願いいたします。スマホの画面って割れてましたっけ？ちょっと気になりますよね。では、行きますか。さあ、ということで、第2話ですね。暗闇かくれんぼ、行きましょう。さてさて、また来てくれて僕嬉しい。前回のお話は覚えてるかい？4人の純朴なキッズたちが記念写真を遊んでお金を儲けて、おまけに人気者になったんだ。怖い目にあって懲りたと思ったら大間違い。今日もまた記念写真に夢中のようですよ。おー、夜の学校的な感じですかね。よし、みんな、覚悟はいい？なあ、そのために夜の学校に潜伏したんだろ？そのようで。見つかったら不法侵入、確実に怒られますね。もう入ってるんだから同じことよ。やるならさっさとやりましょう。かなめ、あんた珍しく元気ね。確かにね、そういう感じだけど、かなめちゃんって。もうここまで来たら付き合うよ。夜の学校ってのも貴重な経験だし。要、その息よ。どういうこと？その息よ。さて、改めて説明するぞ。今から我々がやるのは暗闇かくれんぼだ。ルールは簡単。みんなで隠れ、一人ずつ探していき、最後にその人形の元に戻ってくるだけ。可愛らしいですね。その人形、雄大が作ったんだ。似てる。意外な才能があったのね。かわいい。褒めてんだか笑ってるんだか。まあいい。よし、コウタ。刺すのは任せたぜ。コウタくんにやらせんの？僕がですか？コウタくん、バンジャーしてる。かわいい。そうだ。弾薬は任せた。ほら、このカッターでぐさっと。人形を刺すの？かわいそう。暗闇かくれんぼのルールです。最初に人形を刺す必要がある。ここは公平にじゃんけんだよ。負けた人がやるの。そうか、じゃあ早速。表情的に愛ちゃんかなって感じですね。私の負け？ない、任せたぜ。ぐさっと一枚。ナイさん、大丈夫ですか？なんなら僕は代わりに。いいよ、私が負けたんだから、人形を引き裂けばいいのね。おー、マウス操作ですね。怖っ。人形さんよ、次は愛が鬼だから。さあ、みんな隠れるぞ。ない、うまく私を見つけてね。退屈すると帰っちゃうよ。ナイさん、頑張ってください。できれば僕を最初に探してくださいね。なんか振り向いたの気になるな、コウタくんが。気にしすぎかな。どうしてこうなったんだろう。これは結構前みたいな感じですかね。夜の学校に侵入するにはどうすればいい？唐突に何なの、雄大。今度は何を企んでるわけ？何って、次のミッションだよ。夜の学校がふさわしいと俺は考えたわけ。まあ確かに邪魔も入らないしいいと思うんだけどさ。今から行っても閉まっていて無理だよ。玄関には防犯装置もついてるみたいだし。現代の学校はセキュリティが厳しいです。無理に入ろうとすればすぐ捕まりますね。じゃあ無理ってことね。はい、結論出ました。諦めましょう。コウタ、何か言う。もう行く流れを貫き通してるんだが。そうですね。昼間は普通に入れるんですから。夜までどっかに隠れていればいいんじゃない？最初から中にいればいいんだ。なるほど、そりゃ明暗だ。じゃあ明日早速決行しようぜ。何をするか明日のお楽しみだぜ。
俺が用意しておくからな。三人でやってね。私はもうゴリゴリ。バレたらどうするの？夜の学校って魅力的じゃない？小説の参考になるかもよ。ない。私を悪の道へ誘う気で誘ってんなぁ。確かに一度は夜の学校を見てみたい気も。乗ろうとしてんなぁ。それに今は用務員さんいなくて、戸締まりも手薄みたいだし。あんたね、これは私がついていかないとあんたのことが心配だよ。決まりだな。この4人でやるっけない。俺たちでこの記念写真をとことん制覇してやろうぜ。この前みたいに一人で抜け駆けしないでくださいね、雄大。コウタもいいようになったな。あれは抜け駆けじゃない。チャンスだったんだよ。まあ、おごってもらったし許す。明日が楽しみだね。さっきは痛かったな。さあ、ミッション出てきましたね。やっちゃいけないことをやる。心霊現象を取る。そう、夜の学校に忍び込んで暗闇かくれんぼをやったら心霊現象も取れるっていうの。雄大が思いついたんだよね。私たちもついうっかり乗っかっちゃった。やるっけないでしょ。やるっけないでしょ。やるっけねえ。そう、ランキングがあるんだもんね。欲しいゲームもあるし。よし、みんなを探しに行こう。さあ、では移動ですね。さあ、ということでですね、おそらくね、写真の要素もね、あるんだろうなーってのはあるんですが、なんかこの辺めっちゃ怪しいけどね。まあでも、後々回収もできると思うんで、とりあえず行きましょうか。入った。気になるなぁ。これ何ですかね。隠れる的なことあるんだろうか。うわぁ。なんだこれは。なんだこれは。取っちゃおう。違った。これって血だよね。なんでこんなところに？誰かのいたずら？きっと言うね。困ったら雄大っすもんね。わー。腕？なんか青いし、ゾンビの腕？すごいよくできてる。偽物だよね。せっかくだから写真撮ってみようか。いいよいいよいいよ。一緒に写ろう。一緒に写ろう。じゃあ、さあ、映画研究部の小道具。動いていたような。映画研究部でありましたよね。ワンシーンというか、またなんだろう。なあ、猫だ。これは写真撮らないとね。どこに逃げたんだろう。きっと鳴き声が聞こえるはず。まあいろいろ回ると思うんで、とりあえずは他のところも行こっか。ここだっけ。ここは、この前、あれが隠されてたところ。あれがありますね。さあ、体育館ですね。こっちまで行けたっけ？第一話の時。体育倉庫。さあ、体育館、降りてこられましたね。
広いっすね。おー、ボールがあるよ。バスケットのボールだ。バスケ部が片付け忘れたのかな。雄大じゃん。よーわい、いつになったら見つけてくる。ほんとね、ちょっと待ってくださいね。退屈で死にそうだぜ。それで今どこにいるんだ。体育館だけど。そういえばバスケ部で聞いたが、真夜中の学校で連続でシュートを3回決めると良くないことが起きるって噂になってる。やば。嘘っぽい階段。まあまあ、アイさん、体育館にいるなら、やらない手はないだろ。ええー。なあ、ごめんごめん。3回連続シュートとか、アイには無理か。なぬ。まあいいか。さっさと俺を見つけてくれ。ぐぬぬ。やってみようか。やりましょう。バーの赤い部分でゲージを止めろ。おー、そういうことか。こんな感じね。どうやってましたね。危な。よかったよかった。よーし。これで何かが起こるっぽいですが。わー、引っかかってるのかな。これが良くないこと？しょぼい。せっかくだから写真撮っておこうか。撮りますか。さあ、3回連続シュートに成功。その結果、ボールが詰まった。何かしら、あったってことは、そういう感じかな。とりあえずね、見つけたいですよね。三人をね。おー、なんかトイレも入れたし、ロッカーにも入れますね。で、多分階層も変わってるよね。さあ、校長室。なんだか違和感。校長先生の頭。写真に撮ってみようか。撮っちゃえ撮っちゃえ。どこ判定があった。あったあった。今の校長先生の写真、やっぱり。やっぱり。やっぱりとは。さあ、職員室ですね。なんかめっちゃ置いてない？先生もお疲れだね。ですね。こういうのとか違うのかな。テストの答案。ダメだ、コウタにまた怒られちゃうね。写真だけ、写真だけ撮っとけ。さあ、中庭に来ました。え、なんだなんだ、なんかいない。窓辺に立つ逆さまな人たち、みんな何かを言いたそうな顔してる。見つけてしまった。
血文字のはずないよね。カメラって読めるけど。これ違うか。これなんかありますよね。先に取っとこう。相手こっちに入る。おお。コウタくんの人形ですかね。この人形コウタに似てる。後で本人に見せてあげようと。そうだね。かわいいね。かわいいね。え、なんか落としてなかった。うわー。やべえやつ。安定しないな。直しやがったぞ、この子。これループかな。キリがないな。これでよし。でもう一回行ってみよう。キリがないな。これでよし。ここまでかな。しゃあない。しゃあない、しゃあない。今日の犠牲者。雄大、コウタ、アイ、カナメ。怖っ。何これ気持ち悪い。写真撮っておく。撮ろう、撮ろう、撮ろう。今日の犠牲者と書いてある私たちの名前、冗談でしょ。あれ、なんか書いてありますね。これは。こっくりさんはやらない方がいい。先生に怒られるぞ。そうだね、もうやらない方がいい。これ違うか。で、とりあえず1階は大丈夫かな？じゃあ3階行きますか。なんかいた、なんかいた。この辺にいた。もう一回入ったら出てきますかね。うわー、人影のようなものが映った。何か話してる。給食の献立みたいな感じ。ああ、いたいた。ってなるとあと右の方か。こっちに行きましょう。この絵知ってるよ。なんとかリザ。そうそう。なんだろう、書きかけなのかな。まるで穴が開いてるみたい。違うか。一応こっち戻っときます。夜中に見ると怖いな。なるほど。
何か紙が置いてある。カメラの暗視モードってとっても便利。夜でも見えないところまで見えるんだよ。ふーん。だからこそ確認できるものとかもあるんですかね。例えばこことかね。ありましたよ。定番のやつ。もちろん目には画鋲が刺さってるよね。なんだなんだ？取っとけ取っとけ。違うのか？じゃああとあれかな、屋上？わっ、要ちゃんいた。